そうか、メインエンジンの修理は無理か。ああ、悪いが地球まではサブエンジンだけが頼りだ。謝る必要はない。整備部は最善を尽くしてくれている。よせよ、らしくもね。お前さんは周りを気遣うようなたちじゃねえだろうが。気持ち悪い。ところで新入りの嬢ちゃんはどうだ。使い物になりそうなのか。今は卑弥呼の教導を受けている。教える立場になって初めて得られるものもある。卑弥呼にとってもいい機会のはずだ。じゃあ基礎の木からね。星の意志を受け止めて覚醒した人間、それが私たちスターチャイルド。覚醒するタイミングは人それぞれ。星の声を聞くことでスターチャイルドとして覚醒するの。そしてその星の意志は私たちのここ心の中に同居しているの。テラの場合は地球の意志がね。私の中に地球の意志が。私たちはスターチャイルドに覚醒することでダークマターと呼ばれる質量を有する素粒子の一つである G 粒子を捉えて操ることができるの。これはもともと星の意志が持っている力で、星は G 粒子を集めることで惑星系や銀河系を重力でつなぎ止め、他の星と引き合うことで銀河を構成して。ってついてこれてる？つまりどういうことですか？マスターに分かりやすく言い換えるなら、重力を操作する能力でしょうか。重力を操作？あ、じゃあその力を使えば空を飛んだりできるんですか？あと漫画みたいに相手を押しつぶしたりとか。残念だけどそこまで強力でファンタジーなものじゃないかな。できることはせいぜいステラギアに搭載された超重力推進装置、ステラドライブを作動させることくらい。でもそれがリレイヤーと戦う上で一番重要なんだ。あれはスターチャイルドの重力を操る能力のブースターであると同時に、それを推進力や武装に転換可能な、文字通りスターチャイルド専用の機体だ。だがこれはあくまでリレイヤーと同じ土俵に上がることができただけに過ぎない。奴らと対等に渡り合うには最低でも地球製ステラギアの性能の底上げとパイロットの育成、この2つが必須とも言える課題なんだ。私が教えるはずの内容を。悪いね、ファーストスター。この手の解説くらいしか楽しみがないものでね、つい出しゃばってしまったよ。ぐぬぬぬぬ。どうだ、うまくやっているか。艦長、聞いてよ、ブルートが。ノープロブレム、何の問題もないよ、艦長。問題ありまくり。ところで艦長はどのような要件で。あ、頑張る若者のために差し入れを持ってきた。名付けるならそうだな、コールサックといったところか。艦長のコーヒー？しかもよりにもよって前天で一番目立つアン
国星雲の名前。あ、ありがとうございます。いい匂い。もしかしてこのコーヒーは館長さんが入れたんですか？数少ない趣味でな。今日のは自信作だ。ぜひ感想を聞かせてほしい。ではありがたくいただきます。ちょ、待って、デラ。うわ、一気にあんなに飲んじゃってる。You are drinking it all at once.詳しくありませんが、私好みの味です。そうか、気に入ってもらえて何よりだ。嘘でしょ。え、じゃあ今日のは成功品？館長、私にもちょうだい。ほら、相手が館長だからって変に気を使っちゃう。別に気を使ったわけじゃないんですけど。俺の味がわからないとは、キミコはまだ子供だな。味が分かるようになるなら一生子供のままでいいですよーだ。さて、それじゃあ次はリレイヤーについて教えるね。あの男の言葉を借りるのは尺だけど、リレイヤーっていうのは宇宙創生の意志の体現者、いわば宇宙の運命を握るダークエネルギーの使徒なの。リレイヤーの目的は一つ、ダークエネルギー、つまり赤力によってこの宇宙をブラックアウト、膨張による暗黒化で真に秩序ある一つの宇宙の完成を目的としているの。ブラックアウトや膨張による暗黒化って聞いてピンとこない場合は消滅ってって捉えた方が分かりやすいかな。なるほど、大体分かりました。補足しますが、マスターが大体分かりましたという時は分かっていません。This should be she does not get the ideaヨダか。とりあえず質問は後にして、じゃんじゃん進めていくね。次はリレイヤーの階級について。リレイヤーは12人のゴッドリレイヤーを筆頭に、その下にマスターリレイヤーっていう幹部たちがいるの。ちなみにルナちゃんと一緒に行動しているダークウォーカーって子は多分マスターリレイヤーね。あの子がリレイヤーの幹部だったんですか？宇宙規模の企みを持つ勢力の幹部クラスを相手に陶器たちが生き残れたのは奇跡のようなものですね。さて、そろそろ時間かな。座学も飽きてきたし、行こっか、デラ。え？行くってどこに行くんですか？格納庫。ヴィーナスの準備が終わる頃だし、ちょっと運動しよっか。
ごい、もう機体が治ってる。やっほービーナス、頼んでたやつの準備はできてる？もちろん、あんなものは朝飯前、修理と一緒に終わらせてるよ。さすがビーナス、仕事が早くて頼りになる。褒めても何も出ないよ。ま、戦えない分このくらいはね。戦えない？じゃあビーナス、あとは任せたからいい感じによろしく。うん、任せといて、いい感じに仕上げとく。あれ、ひみこさんは一緒じゃないんですか？実はこの後、GT ラボ本部との会議が入っててさ。そんなわけだから、これからのことはビーナスに教えてもらって。大丈夫、この手のことなら私よりビーナスの方が適任だからさ。あの、勝手にステラギアを起動させていいんですか？いいのいいの、おじいちゃんから許可もらってるから。そういえば、初めて会った時も整備部長さんのことをおじいちゃんと言っていましたけど、お二人は家族なんですか？そうだよ、おじいちゃんが GT ラボの最新鋭艦に乗るっていうからついてきたんだ。でもって運よくスターチャイルドに覚醒したってわけ。おかげで GT ラボの重力技術や最先端技術に触れて幸せな日々を送れてる。さ、ステラドライブの疑似稼働よし、データリンクよし、他の項目ももろもろよしと。これはシミュレーターですね。さすがに素人を訓練もなしで戦闘で使い続けるわけにはいかないからね。せっかくだ、私が手ほどきしてやろう。確かサンさんですよね。いいんですか？ちょうど私も訓練をしようと乗り込んだところだ。それに新人の教育も小隊長の務め、遠慮することはない。せっかくだしサンに鍛えてもらったら？彼女あの年で元は政府連合軍のエースだったんだよ。1年以上も昔の話だ。リレイヤーの前では肩書きなど何の価値もない。それに今は皆と同じスターチャイルドの一人だ。でしたらせっかくなのでお願いしてもよろしいでしょうか？任された。そうだな、カレーの辛さは何口が好きだ？カレーですか？激辛が好きですけど、どうして急にカレーの話に？激辛か、なら私一人では物足りないかもな。I a lot might not be enough for you then. ほどきといえば、昔から互いに剣を交えるものと相場が決まっているだろう。
手ほどきといったら普通はこう後ろから優しく一緒に手取り足取り教えてくれるものじゃないんですか。自ら激辛コースを選んだやつが何を甘えたことを言っている。まずはその性根から鍛え直すか。あのカレーの質問ってそういう意味だったんですか。お尻の穴が痛くなるほどの激辛好きがあだに出ましたね。諦めましょうマスター。ギブアップ。どさくさに紛れて変なこと言わないでください。私程度がお前のようなド M、 いや激辛好きを満足させられるとは思えないが、持てる力のすべてをもってして手ほどきをしてやろう。 Yeah, the earlier sentence is talking about this, but I don't want to translate it. ステラギア、アストライア、道を切り開きます。なかなかやるな。なら、これならどうだ。ずるいです。自分だけ仲間を増やすなんて。ずるいか。何人も新人を育ててきたが、そう言ってきたのはお前が初めてだ。覚えておけ、テラ。戦場では常にフェアな条件とは限らない。常に最悪のケースを想定し、生き残るために全力を尽くせ。行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。沈んで。私たちの道を切り開きます。行動を開始する。まだ元気があるみたいだな。ならそろそろ激辛らしく追加と行かせてもらう。あの機体はルナとリレイヤーの。そうだ、メイが観測した戦闘データから再現した AI だが、お前の目的を成すために超えなければならない相手だ。説得のための対話は大いに結構だが、覚えておけ、言葉を届けるためには時として相手に勝る力が必要だということを。でなければお前の言葉も伸ばした手も相手に届くことはない無双と思え。はい、
目の色が変わったか。どうやら思った以上に見込みはありそうだな。行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。行くぞ。私たちの旅は誰にも邪魔させません。乾く。行動を開始する。さて誰にしようかしら。切り開きます。このまま突き進みます。クラー直撃。この私が嘘。行くぞ。行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。行くぞ。切り開きます。強くなれた気がします。行くぞ。道を切り開きます。回収します。行くぞ。私たちの旅は誰にも邪魔させません。
行動を開始する。私たちの旅は誰にも邪魔させません。私に続け。さすがに頑丈だな。私たちの旅は誰にも邪魔させません。邪魔はさせない。直撃。なかなかやるじゃないか。あとは下がって様子を見させてもらおう。すまない、撤退する。なるほど、それが今のお前の実力か。ではそろそろ終わらせるとしよう。なるほど、それが今のお前の実力か。ではそろそろ終わらせるとしよう。いいショッピー、アイシー。 This is still okay。 なるほど、レベルアップだ。これだけ頑張っても届きませんでしたか。荒削りだが筋は悪くない。あとは訓練あるのみだ。妹の手を掴むまで落とされるなよ。Stop, but do not get shut down. Basically, do not reach zero HP. はい。でも、おかげでなんとなくですが、宇宙での戦闘のコツはつかめた感じがします。一度でそこを感じ取れるとは、なかなか見どころがあるやつだ。こちらも尻を叩いた甲斐があったか。こいつは褒美だ。手ほどきが必要な時はいつでも声をかけてくれ。もうヨダカのせいですからね。もし変な噂が広まっていたらバラしてジャンクにしますからね。その場合マスターがどのような反応を示すのか、陶器の知的好奇心がものすごく刺激されます。刺激されないでください。もう すまない遅くなった。お疲れ様、アーサンちゃん。飲み物はいる？
簡単なものならすぐに用意するよ。いや、気を使わなくていい。気持ちだけもらっておこう。で、卑弥呼の星読みはどうだった？残念ながら、うまく隠れたのか、星々は何も見えてないみたい。なら、月の意志は感じられないのか？そっちもダメ。離れすぎたせいもあって、全然。完全にお手上げ状態。そうか。となると、完全に見失ったか。でも、すごくわずかだけど、遠くに別の星の意志を感じることはできたよ。別の星の意志？うん。遠すぎていつまではわからないんだけどね。アステリズムがこんな状態じゃなければ探しに行きたいんだけど、今は地球への帰還優先だって。それで彼女テラはどうだった？実際に戦って確信した。荒削りだが、操縦技能、立ち回り、戦術、とても素人のそれとは思えない。戦闘ながら月でダークギアを退け、ここまで生きてこれたのも偶然ではないだろう。では彼女はどこかでパイロットとしての訓練を受けていたというのか？断言できないが、可能性はゼロではないだろう。記憶喪失と言っていたが、何かを隠している差もあるという。続き、彼女の監視を頼む。了解した、隊長。いや、今は艦長だったか。すまないな、仲間を疑う役目を押し付けて。気にするな、この手の役回りには慣れているさ。それを知らないあなたではないはずだ。そうだったな。この男か。わざわざ君が私に会わせたいと言っていたものは。地球連合軍月面基地所属、星野王子総長であります。下級士官か。珍しく貴様が紹介したいものがいると、わざわざ私に会いに来たと思えば。よもや辺境基地の下級士官とはな。404特務、あなたのところで彼を使ってもらいたい。何を言うかと思えば。話にならんな。あの部隊の特殊性はお前もよく知るはずだ。だからこそさ、なんせ彼は先日リレイヤーと交戦し、唯一の生き残ったパイロットなのだから。俺は奴らとスターチャイルドに部下を殺された。敵を撃てるなら何だってする。だから俺に奴らに復讐するチャンスをもらえないだろうか。復讐か、くだらん。辺境の基地の所属とはいえ、彼はなかなか優秀でね。跳ね返りや問題児ばかりの部隊をうまくまとめていたそうだ。ほう、なら使い道はあるか。もう一度ナト階級を聞かせてもらおう。星野王子総長であります。星野総長、君に一つ問おう。君の正義とは何だ？俺の正義ですか？ないのであれば考えておくことか。それがお前の軍人としての軸となる。はい。私の権限により
現時刻をもって星野総長の階級を少尉とし、第404特務へと移動とする。第404特務。リレイヤーとスターチャイルドから生き延びた機関のその腕と幸運を人類、いや地球のために振るってもらう。はっ、ありがとうございます。さて、こちらの歯車は動き出した。次は君たちの番だ、ファーストスター。さて、こちらの歯車は動き出した。次は君たちの番だ、ファーストスター。Now then, this piece of the gear is moving. This one is correct.Not sure why this is piece of the puzzle when it should be a piece of the gear. この間のことなら僕に任せてほしい。ずいぶんと遅くまで起きているんだね。艦長、提案がある。今日アストライアの調整が済み次第テラを紹介に出したい。この中域で実戦経験を積ませると。もちろん、ここが海賊どもの狩り場である以上マーキュリーと一緒にだ。私の経験上、奴らが手負いの獲物を見逃すとは思えん。艦長、僕からも頼む。理由を聞こう。現在この艦が搭載しているのは通常中域用の安物のレーダーだ。とてもではないが、電磁波や瓦礫が散乱するこの中域で役に立つとは思えないんだ。現に先の戦闘では潜伏するリレイヤーを発見できずに襲撃を許している。この艦の管理者として艦およびクルーの安全は何よりも優先したい。プルートちゃん、それってメイちゃんでも難しいの？メイとは文字通りこの艦の頭脳だ。自慢ではないが、いかに頭脳が優れていようとも
目や耳といった感覚器官が鈍くては意味がないのさ。なるほど。わかった。2人を紹介に出そう。おやさん、調整が済み次第準備を頼めるか。おう。というわけだ。よってテラとマーキュリーの2人には紹介に出てもらう。要は新人の子守ってわけね。ごめんなさい、マーキュリーさん、私紹介って初めてで。うまくできるか分かりませんが、やれるだけのことはやってみます。大丈夫よ。任務である以上、あなたがどんなポカをしても私が完璧にフォローしてあげるわ。テラ、索敵をメインとする紹介任務は使う時に乗るマーキュリーのお箱だ。いろいろと見て学ぶといい。はい。よし、いい返事だ。それにしてもマーキュリーさんってすごいですね。私より年下なのに戦う以外にもいろいろできて尊敬しちゃいます。当たり前でしょ。私はあの人の妹として完璧なんだから。あの人？そうだ、テラ、マーキュリーの友達になってやってくれないか。はあ？サンちゃん、ナイスアイディア。マーキュリーのやつ、こんな性格だから友達いなくてな。何でも器用にこなすけど、ぼっちなのだけがたまに傷なんだよね。な、何勝手なことを言ってるのよ。てか、ぼっちじゃないし。じゃあ、いるのか。サンがいるじゃない。同年代で。友達がいないんじゃないの。不要だから作らないだけよ。やはりいないのですね。なんですって、ポンコツ。あの、私でよければ友達になってくれませんか。ずっとヨダカと旅をしていたので友達っていなくて。え？結構よ。友達なんていらないわ。少し考えてな。本当は欲しいのでは。素直じゃないんだから。あんたたち、言いたいことが顔に出てるわよ。はあ、しょうがないわね。あなたがどうしてもって言うならなってあげなくもないわ。本当ですか？ただし、スターチャイルドとして私の友人に足りうると判断したらの話。馴れ合いは嫌いなの。私と友達になりたければせいぜい頑張って私に認められることね。はい、マーキュリーさんに認められるように頑張ります。時間だ。テラとマーキュリーは各自搭乗機へ。準備でき次第出撃だ。資源衛星ベスタ、かつて人類の宇宙開拓を支えた小惑星をめぐる大きな戦乱があった。二国間に生じたいさかいが次第に大きくなり、やがて何万もの生命の輝きが散る戦争へとなった。他の戦争を無名の戦士として戦った彼女たちは、やがて心に星の意志を宿し、まるで導かれるように再びこの宙域に集うのだった。なんだか薄気味悪いところですね。瓦礫は多いのに妙に静かというか。マスター、そこの瓦礫の陰に何か巨大な物体が隠れているようです。
気をつけてください。ええ、しています。ハーシャル級巡洋艦の環境ですよね。マスター、はい、なぜレーダーでも詳細不明な漂流物の情報を知っているのですか？なぜって、それは、この音何でしょうか。初めて聞く音です。救難信号ね。一度アステリズムに確認を取るわ。紹介中の2人が受信した救難信号はアトラスの貨物輸送船のものであると判明した。アトラス？アトラスコーポレーション、通称アトラス。金融通信業を中心とした財閥系軍事企業の最大手さ。重機のみならずクエーサーも生産している。その歴史は古く、現在も秩序を重視した経営を行っていることから、本拠地であるベルギーでは議会よりも権威が高いとも言われている。罠だな。路獲した艦の救難信号をおとりに獲物をおびき寄せる。昔から海賊がよく使う手だ。僕も同意見だ。現在の艦の状態と戦力では可能な限りリスクは避けるべきだ。それってつまり無視して通過するってこと？でも、もし本当に救援を求めてたらかわいそうじゃない？そうだ、僕たちは何も受信していない。フルートとおやすさんの考えには俺も賛成だ。だがアトラスが GT ラボにとって重要な取引相手である以上、見過ごすわけにはいかん。本部のお偉いさんは何だって？アトラスに確認したところ、付近を航行中の艦が一隻、少し前から連絡が取れなくなっているとのことだ。な、張本人に確認するか。普通これでは無視できないじゃないか、本部のバカ者どもが。ったく、これだから温室育ちのエリートどもは。偵察には紹介中の機体を回す。いつでも卑弥呼とサンを出せるよう準備させてくれ。ここが救難信号が発信されたポイント。戦闘は行われていないようですが、救難船はどこにあるのでしょうか？肉眼、レーダーともに周囲にあるのは瓦礫ばかりね。それらしき艦影は見当たらないわ。ゼータからデルタへ、獲物は2匹、予定よりちょっと少ないみたいだぜ。構わないわ。予定通り、はじめは彼らをぶつけて獲物の価値を測るわ。あなたは引き続き監視を続けてちょうだい。了解した。センサーに反応あり。気をつけて、何か来る。クエーサー？装備が統一されていない。多分宇宙海賊ね。その機体のパイロット、聞こえてるか？オープンチャンネルで通信？俺様の名は宇宙海賊ジャック海賊団のキャプテンだ。海賊ということは、やっぱり救難信号は本物だったんですね。あの人たちを倒して早く助けてあげなきゃ。気持ちはわかるけど落ち着きなさい。
まだ罠じゃないって確定したわけじゃないわ。すまない、待たせたな。二人とも大丈夫？ヒミコさん、サンさん。お宝が自分からこっちに来てくれるとなかなか気が利くじゃねえか。いいか野郎ども、あの機体も生け捕りだ。ステラギアは人間同士で戦うために作られたわけじゃないのに。ヒミコ、勘違いするな。ステラギアはリレイヤーから人類を、ひいてはこの宇宙を守るために作られた機体だ。その使命を阻む者がいるのであれば、何者であろうが打ち破って進まねばならない。たとえそれが人間であってもだ。確かにそうだけど。この間のことなら僕にも。どうしたんだい？ここがクエーサ？すまない、待たせた。行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。レベルアップです。私に続け。ファーストスタートして。作戦行動に入るわ。星の意志が近づいてる。所属不明の新たな機影が接近中。みんな気をつけて。新手のクエスト、まだ仲間がいたんですか？
they still have friends. おそらく漁夫の利を狙った他の海賊がこちらの消耗を待っていたのだろう。感じる。あの3機から星の意志を感じる。間違いない。私たちと同じスターチャイルドが乗ってる。なんだと。どうだ会長、間近で見てあの機体はお眼鏡にはかなった？ええ、あの機体には価値があるわ。でもパイロットは大したことはない。はっきり言ってカスゾロイね。相変わらずはっきり言うね会長。でもそういう歯に気抜きせぬところが素敵なんだけどね。そんじゃ会長、連中への挨拶と交渉頼むぜ。ごきげんよう、アステリズムの皆様。通信。私の名はミンタカ、宇宙海賊生徒会の会長にしてオリオン座のトリプルスター、ミンタカの意志を宿すスターチャイルドよ。同じくアルニラム、役職は副会長。同じくアルニタク、役職は初期兼会計兼庶務兼広報だ。言っておくが雑用じゃないからな。オリオンのトリプルスターが私たちに何の用だ。あなたたちの期待をいただくわ。おとなしく受け渡すのであれば命は保証してあげる。やはり目的は超重力技術か。スターチャイルドである以上、超重力技術で作られたその機体に惹かれない理由はないわ。それに私たちならリレイヤーにオリジナルワンを奪われるようなあなたたちよりその機体を有効活用できるわ。そのオリジナルワンを取り戻すためにもこの機体をあなたたちに渡すわけにはいかない。交渉は決裂ね。でも安心したわ。 But I'm glad. 真に欲しいものならねだらず自らの力で勝ち取るのが生徒会の流儀。海賊らしく力ずくでいただいていくわ。ステラギア、アストライア、道を切り開きます。ついてるぜ。じゃない。なんだと。私に続け。
完璧な仕事をしてあげる。どの程度か期待していたのだけれども、正直がっかりね。とは言ってもよ、会長。連中、諦めの悪さは相当だぜ。無傷での露覚が望ましいけれど、無理ならコックピットを潰しても構わないわ。マジかよ、会長。てか、希少なスターチャイルドを殺しちゃって大丈夫なのか？問題ないわ。宿主が死んだ場合、星の意志は次の宿主を探すもの。ステラギア部隊、生徒会を名乗る海賊に押されています。クエーサーでステラギアをここまで圧倒できるなんて。おじいちゃん、クエーサーを貸して。予備機で私も出る。バカ言うんじゃねえ。乗れることと戦えることとは別だ。吐き違えるな。でも卑弥呼たちがピンチなのに何もしてあげられないなんて。私、いや大丈夫だ。どうやら彼女たちが間に合ってくれたらしい。毎度 GT ラボからの増援2名お待ち。やはり急いできて正解でしたわ。状況は思った以上に芳しくないようですわね。あんたが出る必要はないわ。面倒だけど腫瘍の切除は私の仕事よ。相手がスターチャイルドでもね。お気遣いは無用ですわ。ただの海賊風情ならまだしも、相手はオリオンのトリプルスター。私の初陣にこれ以上ふさわしい相手はいませんわ。はあ、分かったわよ。でもほどほどにしときなさいよ。天の川にウラヌス来てくれたのね。遅くなりましたが、天の川とウラヌスの2名戦線に加わらせていただきますわ。あの機体のパーソナルカラーって確か。誰にも私の邪魔はさせない。攻撃開始。私たちの旅は誰にも邪魔させません。これでは。
太陽に挑むか。作戦行動に入るわ。活動を始めますか。行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。誰にも邪魔はさせない。直撃だと。この宇宙は私が守るんだから。太陽に挑むか。私の出番ですわね。完璧な仕事をしてあげる。お姉ちゃんに近づけてるといいんだけどね。俺は会長と頂きを目指す。邪魔しないでくれよ。お仕事お仕事来た。アストライア、道を切り開きます。生徒会活動を始めるね。当たって。さすがに頑張るな。ファーストスタートして。相手をしてやろう。遠慮はしない。しまった。さすがに頑丈だな。相手がスターチャイルドでも。会長ごめん。ではエレガントに。見せて差し上げますわ。当てられたか。作戦行動に入るわ。当てる。なんのこれしき。やらかした。会長、言っちゃ悪いがこっちが不利だ。弾薬も資材もただじゃねえ。引くなら今だぜ。はいはい、そこまで。戦闘なんてやめなさい。どういうつもり。あんたたち生徒会って言ったっけ。この際面倒だから全員私に雇われなさい。は？意味がわからないわ。あんたたちの噂は知ってるわ。お金のためなら略奪行為から傭兵稼業まで何でも見境なくこなす謎の宇宙海賊生徒会なら、ここでドンパチするより私に雇われた方が賢い選択だと思わない？報酬なら奮発するわよ。天の川が。笑えない冗談ね。まったく、せっかく命の恩人が譲歩してあげようってのに、
アトラスの跡取り候補は礼儀の一つもわきまえていないわけ？言っている意味がわからないわ。それに私は誰かに助けられるほど弱くは。あんたの左横腹の傷、ベスタ戦役で負傷してピーピー泣いていたのはどこの誰だったかしらね。飛び出したあんたの蝶を腹の中に詰め直して跡が残らないようにきれいに縫合するのは大変だった。まさかあの時の。分かったわ。あなたに免じてこの場は見逃してあげる。物分かりのいい子は好きよ。ったく、ラム、引き上げるわ。もう少しで押し切れたのに。うちのお財布を管理してる会計役としては会長のその判断、イエスだね。待って、ミンタカ、私たち協力できないのかな。あなたたちと組むメリットがないわ。その程度の腕じゃ足手まといよ。Over here should be with that skill. 最後にあなたの名前を聞かせてもらっても。ウラヌスよ。ウラヌス、ウラヌスね、覚えたわ。強くなれた気がします。レベルアップ。まるで太陽。ただいま。隊長以下2名、全員帰還だよ。と言ってもこの間には俺ら以外のクルーはいないんだけどね。いいの、こういうのは雰囲気なのね。会長たく、留守の間にメールは。ちょっと待ってくれよっと。どれどれっと。一通だけ。会長のクソジジイから来てるぜ。要約すると、そろそろ顔を見せに来るようにだそうだ。ゲー、またこの前も顔出しに行ったばかりなのに。会長がまたあの顔見ると思うと憂鬱だよ。要約しない場合は。要約しない場合は。Not 100% sure, but she's probably saying, "What if I don't?" Basically, she doesn't want to see her father. 開発中の試作兵器の完成のめどが立ったんで、俺らに運用試験をさせたいそうだ。で、地球に降りて本部のあるベルギーまで来いってさ。タクちゃん、ようやくしすぎ。分かったわ。補給も兼ねて本部に伺うと伝えといてちょうだい。オッケー、任された。ところで会長、 GT ラボのステラギアだけど本当に見逃しちゃうの？まさか隙あらば奪うつもりよ。
獲物が手負いである以上、このチャンスを逃すつもりはないわ。よく間に合ってくれた、二人とも。Thank you for making it in time。と言いたいところだが、グラヌスはどうした、アマロカは。一緒に着艦したはずなんですが。マイド、はい、これお土産のロールケーキ。でもって、キミコには頼まれていた銀河堂の特製コンペイト、数量限定で買うの大変だったのよ。ありがとう、ウラヌス。では改めて、よく間に合ってくれた、二人とも感謝する。オリジナルワンを奪われた後じゃ間に合ったとは言えないけどね。ですが、ヒミコさんたちのピンチには間に合ったんですもの。急いできた甲斐はありましたわ。あの、私テラって言います。先ほどは助けていただいてありがとうございました。あら、今度の新人も私好みの可愛い子ですのね。では改めて、私は天の川、天の川銀河の意志を宿したスターチャイルドですわ。補足すると、天の川は天の川造船の御霊場で、この間の出資者兼スポンサーなんだ。天の川造船、確かアトラスやゾス社と並ぶ三大軍産企業の一つですね。社名に造船とある通り、造船業の老舗で、人類が宇宙進出する前からその名は歴史に存在します。ですが、私も皆さんと同じ星の意志を宿すスターチャイルドの一人、お気遣いはいりま。あ、危ない。まったく言わんこっちゃない。体が弱いくせに無理するんだから。いつもありがとうございます、フラです。あの、大丈夫なんですか。この子にとってはいつものことよ、心配いらないわ。お恥ずかしながら、生まれながらの虚弱体質でして、今のはただの立ちくらみですので、ご心配なさらず。ほら、挨拶は済んだんだから、さっさと部屋で休みなさい。いいわよね、艦長。ああ、今のうちに体を休めておくように。ではそうさせていただきましょうか。それでは失礼しますわ。待って、天の川、部屋まで付き添う。さて、次はあんたね。あの、何でしょうか。どうせ暇でしょ。この後、少し付き合いなさい。はい、これで全検査終了よ。安心しなさい。今のところ目立った異常はないわ。受けるのって初めてだったので、ちょっと不安だったんです。ウラヌスさんってお医者さんだったんですね。そう、
だからカンのクルー、特にスターチャイルドの健康管理は私の仕事なわけ。それとあんたの記憶の欠落のことだけど、あんたが思っている通り、グラビティロスによる精神的なショックに起因した健忘症の可能性が高いわ。おそらく証明は心因性記憶障害。心因性記憶障害。過去のことを思い出せない逆行性健忘で、辛い体験や出来事、特定の人物を思い出せなくなることが多いとされる症例よ。逆行性。すみません、私にも分かりやすいように説明してもらえますか。読んで字のごとく、精神的なストレスなどによって記憶が失われてしまう記憶障害と。このくらい噛み砕けば理解できる？治療する方法はないんですか？病気や怪我と違い、精神的なものが原因である以上、明確な治療方法はないのね。そうですか。けど催眠やアモバルビタール面接によって記憶へのアクセスが改善された例もあるわ。希望するなら折を見て実施することもできるわね。でもね、月並みな言葉だけど、忘れてしまった方が幸せな記憶もあるの。思い出すことで後悔することもあるわ。お願いします。どうしてもルナに、妹に憎まれている理由を知りたいんです。たとえ辛い記憶だったとしても、何も知らないままではルナと向き合いませんから。分かったわ。必要なものを手配させるわ。もしそれまでに何か思い出すようなことがあれば、些細なことでも報告するように。ありがとうございます。よってアステリズムにはオービタルリングにあるゾス社の造船ドックに向かってもらう。ゾス社か。確かここ10年で急速に台頭してきたコングロマリットだったが、軍にもクエーサーを下ろしていたな。納得できませんわ。オービタルリングには天の川造船もありますのに、他の造船ドックならまだしも、よりにもよってゾス社だなんて。天の川財閥とゾス社の関係は理解しているつもりだ。我々もアステリズムを修理するのであれば、天の川造船で行いたいと考えている。だが天の川造船ドックはアステリズムの現在地点から見て地球の裏側、遠すぎるんだ。わかりましたわ。艦の安全と任務の緊急性を考えればやむを得ませんものね。だが GT ラボの機密を隅々まで触らせるつもりはない。ゾス社には船体の修理と機材の貸し出しのみを依頼している。機関部分は整備部で対応してくれ。わかった。これでアステリズムはなんとかなったはずだ。あとはニールたちがリレイヤーの尻尾を掴んでくれれば。やあ、アイザック、今日も遊びに来ましたよっと。アステリズムの状況はどうだい？ちょうどゾス社の造船場に行くよう伝え終わったところだ。案の定天の川に睨まれた。そっちはどうだ？こっちもウラヌスからテラ君の身体情報と DNA をもらったばかりだ。やっと彼女の素性調査を進められる。
それで用事とは何だ。例のアトラスの船のことか。結論から言おう。そんな船は実際に存在しなかった。法務局のデータベースに船舶情報は登録済みで、航行記録や入港記録も存在するんだけど、誰もその艦を見たことがないんだよね。まるで幽霊船だな。だが入港記録があるなら港の人間が見ているはずじゃないか。この艦がこれまで入港した港は全てアトラスグループのものといえば、君なら理解できるはずだ。アトラスが非公式の海賊部隊を抱えているという噂を聞いたことがある。救難信号を発した幽霊船の正体はそれか。アトラスなら超重力推進装置を狙う理由は明確だ。独自に超重力技術の研究開発を進めているという噂もある。あのタヌキジジイにまんまと騙されたというわけか。もっともスターチャイルドを3人も抱えているのは僕としても予想外だったけどね。本来スターチャイルドを発見した場合は協定により GT ラボへの報告の義務がある。だがそれをせずに秘匿し、しかも私兵として使用している時点で何かを企んでいるに違いない。何年か前の地球政府軍みたいにね。何いる。人類とはリレイヤーという共通の敵があっても一丸となることができないものなのか。こんばんは。
のかな。何がお望みかな。こんばんは。